対妖者用の兵器ヤシオオリを城壁付近に設置した。だが起動までにはしばしの時が必要だ。私と主天道寺兵器いずれが欠けても勝利はない。少々よろしく頼むぞ。兵器の守備は俺たちに任せてもらおうか。あれが太鼓王が作ったという兵器か。叩き壊してしまえ。太鼓王の奴は何か企んでいるようだが、城を落としてしまえば何もできまい。人間どもを叩き潰せ。関ヶ原の武田と半兵衛殿より伝令、勝ちに成功したとのこと。ダッキを捕らえた。ついに見えた希望の光が。オロチのためその妖者わしが名乗る。天の助け、つけなすダメージだ。させぬぞ。みんな、あと少し耐えよ。まもなく準備は完了する。いい、四天王寺を狙え。みんな、よく耐えた。目の覚める戦ぶり、お見事。さすがです。お立ちにふさわしいと活躍でした。ヤシオオリは完成した。これを使えば妖者を打ち倒せ。さあ反撃の狼煙を上げるとしよう。ヤシオオリの基本操作土砲と同じだ。妖者の動きを見極め確実に弱点を打て。続けて打ちすぎれば飛行が焼けつきしばらく操作不能になる。これもオロチに惚れ抜いた一人なんでね。その妖者消させるわけにはいかねえな。妖者もバカではない。自らの脅威は潰そうとしてくるだろう。もし潰す。あの化け物が弱ってきてるのか。まったく大したもんだ。妖者を沈めたか。みんなよくやってくれた。ほう、妖者からあのようなものが生まれた。だが恐れることはない。すでに一度打ち倒し得た存在だ。消えたか。やはりあれは遊んでる暇はない。